だんだん間隔が短くなってきてますね。時間がないということでしょうか。でもさ、あの水無月ってやつ、彼の世界を作るとか、どうやってそんなことする気なのかな。いくつき修士のしたことをなぞっていると考えるなら、シャドウを集めて結合して何か大きな力を呼ぶことでしょうね。水無月くんの言うとったあれいうやつやね。純平はどう思う？てかあんた珍しく口数少ないわね。具合でもあるの？あ？いや全然、コーチとかっていろいろ鍛えてますから。身が引き締まる思いってやつ、世界が滅びるとか冗談にもなんねえ。待ってる奴らがいいんだよ。例えばさ、チビどもには来週も試合が控えてる。俺が負けるわけにはいかねえなって。純平のくせにまともなこと言ってる。少しは成長するもんね。私も見習わなきゃかな。へへ、純平はレベルアップってな。ラビちゃんだって嫌だろ、せっかく目が覚めたばっかだってのに。うん、うちもなくしたない。せっかくみんなに出会えたこの世界、なんとしても頑張らんと。また、っていうかこの教室さっきも見なかった？霧も濃くなってる気がするし。このままじゃまずいですね。風花さんからの通信もないんじゃ、どの辺にいるのかもよくわかりません。焦るなって、深刻になってたってしょうがないだろう。純平さん相変わらず前向きですね。そか、天田はなんか変わったよな。背も伸びたし。え、お前何ホッとしてんのよ。いえ、僕は変われてないのかななんて思ったりもしたので。みつるさんと約束したんです、子供らしい生活を送るって。そりゃ、それって難しいことな？難しいですよ。子供らしくてよくわからないし、このままでいいのかななんて思っちゃって。ふん、思春期の男の子って難しいもんね。そんなの、そのまま暮らしてりゃいいんじゃね。だってお前子供じゃん。そうそう、ミツル先輩の言う子供らしさなんて信用できないよ。考えてみなって、先輩の子供の頃とか想像できる？うわ、俺無理。俺らみたいな下々のものには想像もつかん。子供といやさ、あの水無月ってやつ、まさにクソガキって感じだよな。ふざけてやがったと思ったらいきなり切れるしよ。そうね、どうしたらあんなこと考えちゃうんだろう。世界を滅亡させたいって、彼に何を。どないしたん、コロマルさん。この教室が気になるん？ああ、結局こんなとこまで来たクマか。参っちゃったクマね。あなた、クマソウと？ついに現れたわね。めんどくさいから、このクマ総統自ら
おまんらの相手になっちゃるくまよ。はい、リングイン。さて、お楽しみの時間だ、クマ。我が世界の成り立ちを邪魔する者どもよ、ここで朽ち果てるがいい。おいおい、大きく出たな。我が世界って元からここは俺たちの世界なの？簡単に滅ぼされてたまるかよ。滅ぼす滅ぼすのではない、始まるのだ。我のみが生きる、我のための世界がな。我のみの世界？水無月のじゃないの？お前たちが知る必要はない。器はもうじき完成する。お前たちが何をしようと、すべて無意味だ。そんなものやってみなきゃわからない。このバルーン。は、始まるとか冗談じゃねえぞ。とりあえずこいつ倒して先を急ぐよ。まあいい、カリスメの体ではこんなものだろう。十分に時は稼いだ。あれ、溶けねえのお前。やっぱり他の偽物とちゃう。あんた何者や。何者って？クマはクマ相当クマよ。それじゃあ虫けら諸君、バイバイクマ。ユカリッチ、器は完成したって、あいつなんかきな臭いこと言い出してね。うん、もう時間がないってことだよね。それにさっきのクマ相当、一対一の勝負で倒したのに、他の偽物みたいに消えてなくならなかった。どうやらこの事件、まだ裏がありそうですね。
キを殺した場所さ。そして今度はお前らが死ぬ場所になる。後のことは心配すんなよ。特等席でとくとご覧あれなんつって。水月くん、もうやめて。こんなことしても何も変わらへんのよ。お前は僕たちが憎いのか。水月修士を止めた僕たちが。うるせえな、ほんと。死んだ奴のことなんてどうでもいいって言ったろ。僕は面白いからやってるだけだよ。お前らがビビってる顔が傑作なんだよ。一人じゃ何もできないクソ虫どもがハエみてえにブンブンうるさくて仕方ねえんだよ。そうしたらさ、あいつが言ってくれたわけだったら世界を壊せばいいってな。最高の提案だと思わねえかなあ。ねえ、もうやめなよ。あなたどうでもいいって言ってるけど、さっきからいくつきのことばっかりじゃない。何か言ったか、ゴミ野郎。いくつきはカス。散々いじくり回した。挙句てめえは勝手にくたばりやがった。どうでもいいって言ってんだよ。それはちゃうで、水月くん。あんたは逃げとるだけや。ほんまの自分から目をそらしたらあかん。水月くん、一緒に帰ろう。ミツルさんや鳴神くんやみんなかて誰もあんたのこと恨んだりしてへん。あんたも見てやろ、うち機械やし、みんなのことを傷つけて、それでもみんなはうちのこと受け入れてくれとる。あんたはうちと同じや。帰れる場所があればあんたかてこんなんせんでもええんやよ。うるせえ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 っつってんだよ。それくらいにしてくれ。どれだけ計画を乱せば気が済むのか。水月の方、残念ながら借り物の力はもう尽きた。ここからは俺自身が君たちの相手をし。二重人格じゃねえのかよ、こいつ。みなずき、あんたもや。あんたのうちと同じ。あんたの正体は黄昏の羽そのものや。この子、水月翔は、五月修士の実験によって、黄昏の羽を体内に移植され、そして俺が生まれた。やっぱり。だが、俺はあの男に対して、何の感情も持ち合わせていない。あの男は、俺を消そうとした相手なのだからな。水月を消そうとした？ああ、俺にとって幾月修士はこの子を利用し使い捨てようとするただの害悪に過ぎなかった。だがこの子にとっては違ったようだ。幾月になりきることを提案してみた。奴の偽物を作ってみた。天津さえ正体が知られる危険を冒して霧城の持つサーバーに侵入し、幾月についての情報すら得ようとまでした。じゃあ菊野さんの言っとったハッキングもやっぱりあんたらやったんか。だがこの子にとって唯一の他者だった幾月は、この子が目覚めた時すでに死んでいた。自分がそいつにゴミのように捨てられたという事実だけを残してな。
マジ、これは。それからこの子はずっと一人でやってきた。誰からの助けもなく、誰からも拒絶され、行くあても頼る相手もないままだ。君たちは誰もが自分と同じように他者との接触にあふれていると思っている。だがそれこそこの世界の過ちの始まりだ。この子にとって世界など何の価値もない。一人放り出された世界で水月翔は願ったんだ。自分以外の全てなど消えてしまえと。ならば俺はその願いを叶えるのみ。違う、それは水月くんのほんまの願いやない。あんたのやり方じゃ水月くんは救われへん。関わり方がわからんくても、傷つけあったとしても、人は他の人と関わるからこそいくらでも変わっていけるんや。ラビリス。黙れクグツ。人形風情がこの子の何を語るか。そう、うちは機械や。でもあんたがと同じやないの。あんたが水月くんのそばにおるくせに、その子の心を理解せえへんと、ただ世界を滅ぼそうとしとるだけやない。うちはあんたとは違う。痛くても苦しくてもこの世界のことが大好きやから。はい、よく言えました。とアビリス、上出来だぜ。うん、私も同感。こいつの言ってること、ただ逃げてるようにしか聞こえない。人間かそうじゃないかなんて関係ない。僕らはみんなお互いにぶつかって受け入れてもらったからこそ今ここにいるんだ。いいだろう。もはや君たちと交わす言葉はない。ペルソナ、君たちはやりすぎた。己の無知を恥じながら滅びの時を迎えると。だからあんたを倒す。水月くんのことは言うな、ゲロ。誰にも邪魔はさせん。危ない！みんな！
やめて。ラビリス、暇なんかないでしょ。早く行け。俺ら見送りには慣れてんだ。その代わりお前は絶対に帰ってこいよ。みんなありがとう。うちはこの世界を守ってみせる。